こんにちは。お、まずはユースキンのコースだな。これも確か見たことあるコース？へえ、最近キプレイのコースが多くなってきたわね。そうだ、これ完全戦闘有利コースだ。ほう、というと？確か裏エリアが強制スクロールだったはず。なるほど、1秒でも早く裏エリアの土管に入りたいわね。うん、とりあえず戦闘には出れたからこれはチャンス。んだがマリオとの差がそこまでないんだよな。でも戦闘で裏エリアに行くと無償で。あー、フラワーがもらえるよね。だー、お前やりやがったな。さすがだ、それはマリオがかわいそう。あはは、刺されば強いなーって思ってたらまさかの。んまあ、そういう作戦もありっちゃありか。っていうかあんた早く持ち火になってるじゃない。フラワー取ってなかったら負けてんじゃねえか。いやー、マジで戦闘の特権だね。そして確かそろそろ裏エリアが終わりだったかな。そうそう、この土管。さあ、これで強制スクロールが終わりね。ん、もうアイテムはなかったっけ。わかんねえが慎重に進もうぜ。おーっと、ここでゴールだったか。よし、とりあえずまずは一勝だな。マリオの人怒ってないかしら。私だったらブチギレてるかもな。さあ、次のコース。ブロックで塞がれてるが、パワーアップアイテムかピースイッチが入ってるって感じかしら。これはみんな叩かねえだろうな。心理戦が始まるわね。面倒だから僕が叩いちゃおうかな。マジかよ、いいのか。脳みそちっちゃいから考えることをやめたのね。悲しいわ。でもほら、なんだかんだ僕もスーパーベルをゲットできたし。取ったはいいが全然先に進めてねえっていう。ここから一気に戦闘に。ダーアテンプが入らなかった。たく、キノピコはしっかりと対応できてたのに。まさか僕を落とすためにギリギリを狙って。手に分けあるか。もしそうだとしたら相当の策士よ。諸葛亮孔明もびっくりなんだぜ。さあ、それより現在の状況は？マリオは僕と同じくやられたみたいだけど。あとの二人は裏エリアに行ってるんだな。ってことはポコニャンは3番手ね。よし、ここから一気に追いつくぞ。で、ルイージのアイコンが見えないんだが。まさかもう表エリアに戻ったとかないわよね。いや、可能性はなきにしもあらず。いや、まずやられたみたいだぞ。おってことは2番手に浮上か。あとはキノピコだけね。んだがアイコンが小さいから結構離れてるんだぜ。もう攻めて攻めて攻めまくるんだぜ。ポコニャンがやられたら攻めて攻めて攻めまくるんだぜ。ちょっと感じ違い。もう、んなこと言ってないでさっさと追いつきなさいよ。だってマリサが余計なことを。で、よく見たらキノピコも左にいるんだが。あるいはもしかしてやられたの？おー、なんか知らんけどこれは大チャンス。さすがポコニャン、んだけの男。いや、そんなに褒められたら照れちゃうって。皮肉だってことを知らない方が幸せか。よしよし、僕の勝ちだね。みんなどこでやられたのかしら。確かにピョンチューの数は多かったけどな。よし、運も味方につけられるのはでかい。ちょ、いきなりドッスンがいるわね。当然こいつは下に落ちてくるタイプだよな。で、いきなりマリオとキノピコがやられてるし。ああ、お前キノピオの下に潜り込んだな。ははぁ、スピンを解除させてもらったぜ。そしてメットもかぶれるからこれは強い。で、結局すぐになくしてるんだが。いやー、後続が迫ってきてたから焦って。え、ちょっとこれ。うん、ゴールです。ああ、短すぎだろ。そんな味気もない言い方。いやー、さすがにボス戦があるかなって覚悟はしてたんだけどね。ちょっと拍子抜けだったわ。おお、珍しく後ろから飛び越えたじゃねえか。うん、後ろからのスタートダッシュはマジで苦手なんだけどね。裏エリアは水中ステージ？あれ？これって表エリアの地形と同じじゃね？もしかして最近プレイしたコース？いや、あれは初代スキンだったから違うよ。そしてみんな大好きビートバンだが、しかしユースキンだからのこの子が復活するぞ。後続に向かって投げてるし。やだな、僕はビートバンをプレゼントしただけだよ。ワンチャン当たったら嬉しいなとは。そう思ってましたね。やっぱりそうじゃないの。だがこれ、表エリアからショートカットができそうなんだよな。幸いみんな裏エリアに入ってたけどね。まだ戦闘はキープできてる。お、中間だな。パワーアップしたかったな。あ、ほらここも。上から抜けられたらデカそうだが、パタパタを利用すれば届いた。いや、逆に時間がかかるかも。頭狩りできたら強いかもな。そもそもそこも三段ジャンプで届くはず。なるほど、よく気づいたわね。練習中に気づけることは多いのさ。やってる時は思わなかったのな。さあ、そこの黄色土管でいいのかな。竜巻で進めなくなってるからな。さあ、もうゴールデン。何事もなく逃げ切れたわね。ショートカット勢がいたら完全に抜かれてたがな。そして相変わらずゴール待ちは下手くそのようで。ああ、もうごめんって。さあ、次のコース。今度は初代スキンのクッパ城ね。とりあえず1番にドアに入りたいところだが。てなんでルイージ通り過ぎてんのよ。上入力失敗したんだな。ちょ、ブンコかよ。誰だよブンコって。ちょっと奥からクッパの炎が飛んできてるんだけど。なるほど、もしかしたらボスラッシュなのかな。だったらそこまで慌てる必要もなさそうだな。んでもさすがに2発目を当てるの遅すぎだけど。よし、じゃあ僕が倒しちゃうよ。オッケー、鍵をゲット。あー、もうゴールじゃない。倒さなくてもいいのかこいつ。あるえ、ボスラッシュだと思ったんだけどな。勝ったからよかったものの。ま、いつでもゴールが来てもいいように鍵取り合戦は手を抜かねえようにしないとな。さあ、このコースは被り物がいっぱいあるけど。いや、それハリボテキラー一択でしょ。確かに強いけど、こだわりすぎも良くないんじゃね。よくにもあるんじゃん。
これで一気にウォールまでひとっ飛びできないかな。もうここから登って飛んでいけるかもしれねえな。じゃあ勝ったぞ。危な、マリオが上から迫ってきてたわね。そういえば途中ドアに入ってたよな。さあ次のコースは、よう引きたなバトルコース。ユーキンの精度も上がってきたし、ここは勝ちたいわね。よし、マジで集中していこう。行くぜ。さあ始まりさ、ポコニャン選手はキノピオです。当然壁キックスタートは決めていきます。何やら鍵ドアが見えていましたね。ということは鍵を取って戻ってくるコースなのでしょうか。だとしたら今通ってるこの道を覚えておいた方が良さそうです。帰りも通るわけですからね。さあマリオ選手とほぼ同列ですが、ポコニャン選手ここで引っかかってしまいます。いやーこれはかなりの痛いミスです。かなり遅れを取る形になってしまいました。3番手と交代です。ここでマリオ選手が一気に前に出ます。果たしてここから逆転することはできるのでしょうか。と言ってもまだ帰りがありますからね。長いコースに期待しましょう。さあコンベアの加速でジャンプを入れますが、3つ目のコンベアには乗れませんでしたね。この場合ただ走るだけの方が良かったみたいです。そして鍵をゲットして折り返します。ここの折り返しで巻き返すことができるのでしょうか。先ほどのように大きなミスがあるとさすがに厳しそうです。というかマリオ選手にも失敗してもらわないと困りますね。さあちょうどここなのですがどうでしょう。2位は左右だけ引っかかってしまいました。マリオ選手のアイコン的におそらくミスなく進めてると思われます。かなりの重さですね。表エリアもまだコースが続けばいいのですが、さすがにこのままだと勝ち目がありませんからね。どうやらマリオ選手鍵ドアに入ったみたいです。ポコニャン選手も戻ってきましたが、残念ながら負けが決定してしまったようです。その差は約4秒でした。悔しいですがこれは完敗ですね。前半の引っかかりが最後まで引きずりましたね。いやぁ、ユースキンだし最近調子がいいから勝てると思ったんだけど、相手の方が1枚上手だったってことだな。でもあたさりえに頭がりするんだから、あはは、ワンチャンゴールまで繋がって、おおっとマジで届くのか。じゃあ本当にいけちゃったし、これは運が良すぎるわね。最初から狙ってたからね。はぁ、ほんと頭がりだけは一丁前なんだぜ。スタートダッシュもこれぐらいうまく決まればいいんだけど、あちょっと勝つがないで。現実はこんなもんなんだぜ。もうエドカン。そうだわ、苦手なのこれもだったわね。結局ドベチンになるっていう。僕はごぼう抜きするのが得意なのさ。いやどっちかっていうと繰り上げ1位。でもほら一気に2位まで浮上したよ。お、このアオドカンが正解なのか。よしすぐにでもキノピコを抜かせそうだわ。アイテムは取ってる暇ないね。でもアオドカンか。ここで逆転に成功ね。なあ、さっきから全てのアオドカンが入れるようになってる気が。あーもしかしてこのコースそういう法則がある。可能性はあるかもね。シーソーが。おまた抜かれてるんだぜ。あー何これコインしかないじゃん。ってことは左？よしまた前に出れたんだぜ。あーまたウェド感ミスったし。しかも落下くてそれは痛すぎるわ。ここまでウェド感が入れねえのは深刻だな。そしてゴールされた。いやーあそこで土管に入ってたら勝てたと思うとやりきれない気持ちになるよな。マジで練習しないとダメかも。行くぜ。さあ始まりさ、ポコニャン選手はキノピオです。ワールドスキンではありますが、ウエステは得意ですからね。今度こそしっかりと勝ちたいところ。やはり大事なのは細かいジャンプ調整ですね。まずは前半でリードできるでしょうか。わずかですが前に出ていますね。ブランコクレーンを登り次は、あーっとオンオフスイッチ部門です。うわこれはバトルではかなり嫌われるギミック。実力勝負じゃなくなってしまいますからね。見てくださいこの地獄絵図を。なかなか登ることができません。おっとそんな中最初に抜けたのはキノピコ選手でしょうか。まずいですね。さすがに時間を取られすぎました。これ以上差を広げられるとさすがにまずいです。クッパクラウンで一気に浮上していきます。ポコニャン選手現在3番手。ルイージ選手とはほぼ同列ですが、さあここでキノピコ選手の姿を捉えることができました。位置関係的にまだチャンスはあるでしょう。ドクロリフトから落ちないように。ここで失敗すると負け確定ですからね。ルイージ選手は落っこちてしまいました。ナイスファイトでした。ここでドクロリフト部門が終わり、表エリアへ戻ります。あー残念ながら直ゴールだったようです。ポコニャン選手惜しくも勝てませんでしたね。それでは皆さん次の動画へ行ってらっしゃい。